はい、早いものでもう12月半ばに近くなってきたんですけど、松本は寒くて、午後からちょっと雪が舞っているような、ちらほらですが、そんな状態です。今年1年間いろいろとありがとうございました。今日の説明は1月号に、なるんですが、表紙も1月号らしく富士の山で、縁起がいいようにと表紙になっておりますので、また、1年間来年もよろしくお願いいたします。縁起のいい赤富士、になっています。見開きでちょっと写真が大きくなってしまって品が悪い想定になってしまったんですが、来年の干支の一応年賀状があると思って書いたんですが、実はですね、この2行目のところの御購読のところの項という字が、どういった加減か字が飛んでしまいまして、半分、ご購読ありがとうございましたと書いてありますので、また1年間よろしくお願いしたいと思います。まず会所からの説明になりますが、これは雨量氏という人の詩なんですが、中国の本当の冬の寒い季節のことを旅先での歌なんですが、私も中国は何回も仕事を兼ねて行ってるんですが、特に北京周辺ですね、北京の方はの冬は本当に風も強くて、寒い ところですね、その石漠とした高涼感がよく出てると思うんですが、まず書いてます。はい、こんな感じなんですが、注意するところですね。まず風という字はですね、第一画目が書きますが、ですね、この中の虫ですが、虫は
この一画目のこの線よりも下に行かないように、むしろこの中に入るくらいですね。ですから重心を上に持ち上げるということですね、同じ程度のところで押さえておくというと、バランスがうまく取れます。それからこの一画目をあまり開かない、開くと両方とも開いちゃうから締まりがなくなりますね。懐が広くなりますからね。で、かねるという字ですが、私ちょっとこう下まで出しちゃったんですが、出さないようにしてください。で、例えばしっかり出して両端、こういう字になりますので、出す場合はこのように書いてください、ね。で、雪という字は、見ての通りですね。この下の字が大きくならないように、この冠よりもですね、ということを、注意してください。それとこれいつも毎回言ってると思うんですが、特に横線の起筆ですね、例えばお手本でも見るように、この入りとこの入りは違いますね。ですから両方とも例えば強くすると大変窮屈な感じになりますので、バランスをとってますね。この跳ねるっていう字もそうですね。ここのとここ違いますね。起筆ですね。残もそうですね。ここも軽く入ってます。で、その分この線を強くしているというふうに書いて、強弱をつけてバランスをとってますね。そういったところをお手本を見る、特にこういった普段の勉強もそうですし、例えば古典の勉強をするときですね、何をポイントにするかっていうと、最初の入輪の場合ですね、形から入るんですが、この線はどういう筆の角度で入っているか、逆筆に入っているか、45度に入っているか、という筆の入りを見ると、その線質が理解できてきますのでね。だからこのお手本を勉強するときは、自分の思い込みで絶対書かないように、お手本をよく見るっていうね、ただ見るだけじゃなくてよく観察するということを心がけて書いてみてください。決して、自分勝手に書かないと、でそれは勉強になりませんのでね、注意深くお手本の選出を真似るということを心がけてください。